代表ウィークが明けて J1 は2週間ぶりの再開です。未だ無敗の清水と前節初勝利の横浜、中断前の良い流れを継続したい両者の一戦です。エスパルスのメンバーシステムとともに今ご覧いただいております。基本的にお客さん、ヨンソン監督はリーグ戦はいじらずに戦ってますね。そうなんですよね。それで結果が出ていますから、非常にこうチームも安定感を増してますよね。はい、その中で怪我で離脱していた石毛が今日は戻ってきています。 F マリノスのメンバーとシステムです。こちらは 4-3-3 が今シーズンのベースで、中盤3センターの並びは流動的です。ゴールキーパー含めた後ろ5人と3トップは開幕から固定してきましたが、今日は右のウィングにオリビエ・ブマル、そしてトップ下に大津勇気を入れてきています。内から左のハイサイド、広大なスペースを使います。上がってきた松原光、中3枚クロスが来た、クリスタン当てればゴールというシーンでした。決定機でしたね。そうですよね、まあ、どうしても横浜にとってはやはりこういう形でね、やっぱり割られると決定的なもうピンチを迎えるっていうのはね、もうリスクはありますよね。大木原、裏を狙っている山中を使います。これが通ればチャンス、抜け出した山中、山中、ウーゴビエイラー、カウンター完結。いや、素晴らしいカウンターでしたね。山中のファーストタッチで勝負ありという感じでした。そうですね、はい、この清水のこの守備がですね、この前線から行ってますけども、これを抜けるとこうなっちゃうんですよね。山中前が開けてスルーパス、さあ大津が来た、大津、大津クロス、おっとポスト、松原光、あわやオウンゴールというシーンでした。松田入れます、クリスラン、松原光入れてきた、ファーサイド、デューク、いや決定機でしたね。よく防ぎました、飯倉。今もう2対1の状況を清水が作り出してるんですよね。これは松原こうダイレクトで優しいボールを入れました。このファーですよね、2対1の状況を作り出してですよね。ヘディング、こぼれてきてバイシクル、最後は大津ですかね。そうですね、やはり大津との交代です。最後に一つゴールチャンスが来ましたが、そうですよね、枠に飛ばせませんでした。大津にとっては最大の見せ場でしたけどね。でしたね。ウーゴビエイラ、ここで収まります。さあ遠藤、ダイレクトが出たら、遠藤もドリブルは得意なプレイヤー、中に入れた、吉尾、吉尾カイナー、いやー今一瞬入ったかと思いましたね。ですね、はい、コントロールからいいフィニッシュでしたけれども、わずかに右。でもこういう能力を持っているプレイヤーです。勝田に蹴らせます。ただこれをデゲネク狙っています。そして近いところで拾った天野から山中入れてきた、遠藤よく弾きました。6ターン、コーナーキックです。ぶつかみ合わせます。ファン速攻、こぼれてクリスラン、いくら、いや、クリスランの初めての決定機ですかね。いくらバランスを崩しながらよく手を残しました。竹内、長いボール、もう追加の3分は経過しています。ここで試合終了。リーグ戦初めての敗戦、エスパルス。一方の F マリノス2連勝です。